こんにちは。今日の講義は書籍ビジネスプロセスの教科書第2版共感とデジタルが導く新時代のビジネスアーキテクチャです。この書籍はビジネスプロセスマネジメント BPM に関する最新の知見と実践的なアプローチを提供する画期的な一冊です。2015年に出版された初版の大幅な改訂版であり、現代のビジネス環境の変化やデジタル技術の進歩を反映しています。著者の山本正樹氏は BPM の分野で豊富な経験を持つ専門家であり、この本を通じて読者に貴重な洞察を提供しています。本書の特筆すべき点は BPM の基本概念から最新トレンドまでを網羅的に解説していることです。デジタル化や経営環境の変化に対応した内容が盛り込まれており、多数の事例を通じてビジネスプロセスの課題を分析しています。また全体構造を把握する視点や考え方の提示、効果的な変革方法の解説も行われており、理論と実践のバランスが取れた内容となっています。特に注目すべきは本書が BPM の価値観の変化を強調している点です。従来の正確性と迅速性から共感性と柔軟性へと重点が移行していることを指摘し、ビジネスプロセスが単に製品を届けるだけでなく顧客体験をプロデュースする役割を担うようになったことを明確に示しています。この書籍は経営者から現場の業務担当者、業務改革や改善を推進する担当者、そして BPM に関する知識を深めたいビジネスパーソンまで幅広い読者層を対象としています。初心者にも分かりやすく、具体例や図解が豊富で実践的な内容となっており、ビジネスプロセスの構築や改善を進める上で教科書的に活用できる一冊です。それでは本書の構成について詳しく見ていきましょう。本書は全8章から構成されており、各章にはコラムが付属しています。まずはじめにでは、ビジネスプロセスの価値観が正確性と迅速性から共感性と柔軟性へと変化していることが述べられています。これは本書全体を貫くテーマとなっています。第1章ではビジネスプロセスがお客様の期待から始まることを強調しています。アイデアを実行力に転換し価値を届けるプロセスについて解説されています。またコラムでは共感の対象が顧客だけでなくより広い範囲に及ぶことが示されています。第2章ではプロセス本来の姿を明らかにし、問題を解決するためのアプローチが紹介されています。ビジネスプロセスマネジメントの3つのポイントが詳細に解説され、コラムではビジネスプロセスにおける問題の定義について考察されています。第3章は鳥の目でビジネスの構造を俯瞰することの重要性を説いています。プロセスマップを用いたプロセスの理解方法が示され、コラムではプロセスの理想的な分析範囲について議論されています。第4章ではデジタル化時代におけるプロセスの構造管理とプロセスオーナーの役割について詳しく解説されています。デジタル内部にも光を当て、責任の空白地帯をなくすことの重要性が強調されています。第5章は虫の目で業務を徹底的に分解する方法を紹介しています。IGOEP というフレームワークを用いて仕事の構造を理解する方法が解説され、コラムでは事業構造をブロックとして捉える視点が提示されています。第6章では自分の仕事の価値を語る重要性について触れています。原足と数値を用いてプロセスの目的と目標を明確にする方法が示され、コラムではデータからプロセスの状況を読み解く方法が解説されています。第7章はビジネスプロセス変革の2つの進め方について詳しく解説しています。ブロックの置き換えによってビジネスの価値を高める方法が示され、コラムでは変革のアイデアを外部から得ることの重要性が強調されています。最後の第8章では業界を超えてネットワークで競争することの重要性が述べられています。ビジネスプロセスマネジメントを推進する人と組織の在り方について詳しく解説され、コラムでは BPM の周囲に広がる世界について考察されています。終わりには日本におけるビジネスプロセスマネジメントのコミュニティ育成の必要性が述べられており、本書の締めくくりとして適切な内容となっています。さらに巻末にはビジネスプロセスマネジメントをより深く学ぶための参考書籍リストが掲載されており、読者のさらなる学習を支援する構成となっています。この書籍は BPM の基礎から応用まで幅広くカバーしており、
理論と実践のバランスが取れた内容となっています。特にデジタル化時代における BPM の重要性や顧客との共感を重視する新しいアプローチなど最新のトレンドを反映した内容は非常に価値があります。ビジネスプロセスの改善や最適化に取り組む全ての方々にとって必読の一冊と言えるでしょう。この書籍の特筆すべき点として、著者の山本雅樹氏の豊富な経験と知見が随所に反映されていることが挙げられます。本書では単なる理論の解説にとどまらず、実際のビジネス現場で直面する課題や問題点についても深く掘り下げています。例えばデジタル化が進む中での人間の役割や組織の壁を越えた協働の重要性など、現代のビジネス環境に即したトピックスが豊富に盛り込まれています。また本書の大きな特徴として、各章末に設けられたコラムがあります。これらのコラムは本文の内容を補完し、より深い洞察や異なる視点を提供しています。例えば共感の対象はお客様だけではないというコラムでは、従業員や取引先などビジネスに関わる様々なステークホルダーとの共感の重要性について触れています。本書はビジネスプロセスマネジメントの基本的な概念から最新のトレンドまでを網羅していますが、特に注目すべきは共感性と柔軟性という新しい価値観の提示です。これは従来の効率性や正確性を重視するアプローチから一歩進んだ考え方であり、顧客体験や従業員満足度の向上などより人間中心のビジネスプロセス設計を提唱しています。さらに本書では具体的な事例やケーススタディが豊富に盛り込まれています。これらの事例は理論を実践に落とし込む際の参考となるだけでなく、読者自身の業務や組織に当てはめて考えることができる貴重な材料となっています。本書の構成も非常に工夫されています。各章は独立して読むことができるようになっており、読者の関心や必要に応じて特定の章から読み進めることも可能です。また図表や図解が適切に配置されており、複雑な概念や理論も視覚的に理解しやすくなっています。著者は本書を通じてビジネスプロセスマネジメントが単なる業務効率化のツールではなく、組織全体の変革や競争力強化につながる重要な経営手法であることを強調しています。そして最後に、読書で勉強も大事ですが、美容と健康管理も大切です。なぜなら心身の健康があってこそ学習や仕事に集中でき、より良い成果を出すことができるからです。健康的な体を維持することで精神的にも安定し、毎日の生活が充実します。この点でライザップの結果にコミットするプライベートジムは非常におすすめです。ライザップは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングを提供しており、個々のニーズに合わせたトレーニングプログラムを作成します。これまでダイエットやジム通いが続かなかった人でも、専属のトレーナーが一緒に頑張ってくれるので続けやすくなります。トレーナーはトレーニングだけでなく、食生活やメンタルのマネジメントもサポートしてくれるので、総合的な健康管理が可能です。またライザップでは無理な食事制限を行わず、健康的に痩せることができるプログラムを提供しています。食べながらダイエットできるので、食生活を楽しみながら理想の体を手に入れることができます。さらにリバウンドしにくい体づくりも目指しており、長期的な健康維持にもつながります。ライザップは1日50分週に2回のトレーニングで無理なく続けられるプログラムを提供しており、忙しい方でも無理なく通うことができます。トレーニングは完全個室のプライベートな空間で行われるため、周りの目を気にせず自分のペースでトレーニングに集中できます。さらにライザップでは30日間無条件全額返金保証があるため、万が一満足できなかった場合でも安心です。無料カウンセリングも提供しており、まずは自分の体の状態や目標をトレーナーと相談することができます。ライザップはテレビ CM の結果にコミットするというキャッチフレーズで話題となり、その効果と信頼性が広く認知されています。ダイエットだけでなく健康管理にも特化しており、健康的なライフスタイルを目指す方にとって理想的なサービスです。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。